位置取り決まって動きはなくなりました。残り3周の青バンドホームを通過します。正攻法5番の吉成に対して3番手に7番の日浦です。9番の渡辺はひとまずこの中部近畿勢を追う格好ですが、8番の川本の動きに合わせて渡辺、菊池、関東の2人が車を上げていきました。5番の吉成がどうでしょう。吉成すんなり車を下げません。現在誘導の集は2列並走という格好です。インコースが熊本勢と中部近畿勢、アウトコースが関東勢と中四国勢ですが、ここで中四国勢8番の川本拓也が赤番のホームから先行体制に入った。3番の吉田、6番坂野、4番手に9番の渡辺ですが、7番の日浦高道が仕掛けていく。さあ日浦が行く。しかし前は8番川本もペースを上げています。鐘が鳴って8番川本拓也の先行、3番の吉田それでも一切構わず、7番の日浦、ただ日浦の後ろ4番の田中は離れて最終ホームを通過します。そして後方からは5番車吉成もスパートしていった。ちょっとこの仕掛けに森田も口が開いている。最終1コーナーから2コーナー逃げる川本を5番の吉成最終バックで捉えます。ここに切り替えようというのが9番の渡辺正幸でしょうか。おっと6番の坂野は何かアクシデントがあったか交代している。第4コーナーから直線コースまくって5番の吉成光一です。あと追い込んでくる3番の吉田修司で五輪。まあ、暫定的ですが2対2対2対3細切れ4分線に近い形で残り3周回を切っていきます。前で構える2番の浅沼、1番川崎、そして6番の松本が3番手。松本が揺さぶりかけるかどうか。中段から7番の高桑です。高桑5番手、7番手からじわっと上昇4番の東が残り2周半車を上げていきます。3番の山田圭司、9番の柴田亮を連れて6番の松本にまず蓋をしていきます。4番の東は3番手外並走、6番の松本を内に抑えていきます。ちらっとこの動きを確認した正攻法2番の浅沼。残り2周まだ誘導も残って徐々にペース上がっていきます。ここで4番の東が先行体制に持ち込もうというところ、おっと2番浅沼突っ張る、おっと浅沼突っ張っていく。浅沼が完全と突っ張ります。鐘が鳴って2番車浅沼清人の突っ張り先行、1番の川崎そのアウトにへばりつく4番の東がさあ叩けるかどうか。最終ホーム浅沼清人、東哲也の先行争いは4番の東に軍配上がって3番の山田圭司、9番の柴田亮追って6番の松本、1番の川崎が切り替えていく。最終バックから3コーナー4番の東哲也、3番の山田圭司、これは余裕があるか。9番の柴田亮どうやらラインの3名か。4番手に川崎直線コース、東哲也その後ろから山田の追い込み、山田追い込んでの強引か。九州短期、まあ、ワンチャンスにかけようというところか。初手は最高峰の位置取りです。4番手の山崎は車間を切って9番小谷の動向を警戒しています。さあ早くもここは自力型の駆け引き、前は変わらず5番の柏木ですが、4番手の山崎が小谷の動きを見ながらここで5番の柏木を抑えます。柏木が2番手のインで粘るか、おっと柏木インで粘るか、さらにインを救っていく。さあ柏木は内々を救ってるんですが、2番の間とちょっと連結が外れている。赤番のホーム強引に4番の山崎がかけていく。3番の清水博之、ここに飛びつく5番の柏木慎介ですが、9番の小谷は後方の7番手。さあ鐘が鳴って7番手から9番の小谷がスパートしていく。前は4番の山崎、3番の清水が番手を守って3番手を5番の柏木、6番長昌寺ですが、最終ホーム豪快に9番の小谷が前を捉えました。1番の藤井貴則、7番の広田がこの3番手、この3名が抜け出して切り替える3番の清水博之、さらには2番の相田翔一で3番手からまくる広田のまくり、藤井がこれをさばくインに切り込んで3番の清水直線コース、小谷が先頭ゴールイン。初日のオープニングレース会心のまくり一撃で10万車券を演出した中川、得点した場合ですがやはり一発は要警戒です。
残り3周を既に切っています。超細切れ戦、正攻法の坂本に対して3番手に表原修、6番手に磯島康介、8番手から動く中川。さあ中川動いていく、8番下柴田を連れて、おっと中川はちょっと5番の磯島にくさびを打ってから先手を取ろうというところか。坂本、表原がちらちらっと後続のラインの動きを確認して、残り2周赤番の方も通過します。ここで6番の中川が先行体制に入っていく。8番の柴田和之、3番の坂本が3番手に収まって、おっとこれはいかんとばかりに5番車磯島行った。さあ打掌で磯島康介が関東勢に襲いかかるんですが、中川突っ張る。それでも強引に5番の磯島康介、2番の長田ちょっと口が開いていますが、なんとか最終方追いついていく。残り1周回、5番磯島康介、2番の長田優也のところにちょっと6番中川が絡んだ。さあ 2番手以降並走です。しかしなんとか2番手は2番の長田が守りきって、今度は3番手を8番柴田、3番の坂本でもつれて、最終4コーナーから直線コースに帰ってくる。磯島康介が持つか。磯島先頭振り切って五輪です。あとは8番北海道の小原信也がひとまずこの隅田ラインを追う格好、最後方であります。隊列が固まってから動きなく残り3周を切っています。この位置取りですと、やはり5番の隅田から動きを見せるかと思われます。その隅田康介6番手前で待ち構える1番車オンダー、3番の上谷近吉が中段の4番手ですが、残り2周半5番の隅田がアクションを起こしました。1番のオンダがここはすんだり車を下げていきます。さあオンダがどの位置まで車を下げるか、3、4番手のインコース付近、いや5番手か。代わって3番車ウオヤが赤番のホームで仕掛けようというところですが、5番の隅田がペースアップ、ちょっと1番オンダ、3番ウオヤ、この2人が中段で絡んでいく。8番の大原が切り込んでいった。8番の大原が高島のところに攻め込んでいく。鐘が鳴って3番車ウオヤがスパート。さあしかし5番の隅田康介が合わせ込んでいく。おっと5番の隅田の後ろに3番のウオヤが番手はまり込む格好だ。7番の中野浩二、この時点で1番の恩田は7番手。さあ最終ホームから1番の恩田満を持してスパートしていく。逃げる5番車隅田康介、番手はまった3番のウオヤ、まくりで接近恩田のまくり、番手から合わせる3番のウオヤ、ウオヤの番手まくり、その外を1番の恩田純平、この両者眼光状態、インを救う7番車中野直線コース、インを救って中野浩二、7番の中野浩二五輪。この3日目の6レース、この6レースで今回2度目の綺麗な3分線になっています。さあどこでレースが動くか、残り3周回を切っています。正攻法3番の大川に対して4番手6番の泉が一旦揺さぶりかけるかどうか。しかし7番手から2番の酒井が戦いの口火を切っています。9番の佐野、そして5番の荻野を連れて、まず6番の泉に蓋をしていこうというところ。泉は内でかぶるのを嫌って後方に車を下げました。酒井ラインと泉ラインの位置取りが入れ替わっています。前は変わらず中四国勢、3番の大川、7番小川、8番森安で、残り2周の赤番形状を左手に見て、泉と酒井が同時に行きました。あ、ここは酒井が先行体制で、おっと佐野梅和がちょっと口が開いてしまって、6番の泉が番手にはまる格好か。しかし今度は3番の大川も粘った。3番大川、6番泉、マーカラスイ、佐野梅和も追い上げようというところですが、最終ホームに帰ってきます。酒井健三の先行なんですが、番手に3番の大川隆二です。追って7番の小川圭司、あるいは5番の荻野悟、そして4番の高橋則文で、最終2コーナーからバック、酒井健三番手にはまって3番の大川隆二、7番の小川圭司、5番の荻野悟、佐野梅和が自らまくり上げるんですが、ちょっとこれは苦しい直線コース。酒井の番手から踊り出て3番の大川です。3番大川降臨。近況3場所連続優勝中、その決勝の成績が1着、2着、2着と非常にいい成績を残していますが、さあ九州勢4番林から動きました。9番坂本を連れています。7番の石口にまず注文をつけますか。前段は8番の大石、
2番の宇佐美、6番奥で短期の3選手、徐々にポジションを上げる4番の林、今度は3番の水戸に蓋をして、代わって7番の石口啓太が動いていく。赤バンドホーム、さあ石口、おっと後方で4番の林、9番坂本、九州の2人が落車転倒しています。競争7名波乱になりました。競争7名です。7番の石口、1番の大井、そして6番の奥出亮が短期で先行体制に入っていく。さあただまだそれほどペース上がっていません。6番の奥出亮、番手に7番の石口がはまる格好だ。1番の大井、この後ろに2番の宇佐美、あるいは8番の大石高春、3番の水戸は後方6番手、最終ホームから8番の大石が行った。大石が強烈なダッシュ、後続をちぎっていくか。おっと第2先行で6番の奥で、あとは7番の石口ですが、4写真5写真、これはセーフティーリードか。8番の大石です。差を詰める奥出亮ですが、8番の大石高春だ。8番大石五輪、2着6番の奥で。残り3周のアーバンドホームを通過していきます。6番竹澤正攻法変わりません。8番松崎隆久富山のコンビ、3番手から4番立川がまず先端を切り開きます。6番の竹澤はどうでしょうか。東の衛星勢を前に送り出して、すかさず3番車長尾健太、さあ長尾が動いています。3コーナーから4コーナー、赤番のホームに帰る手前ですが、おっと4番立川も突っ張っていくか。強引に3番の長尾が主導権体制入って、4番の立川がおっと飛びついた。立川和成がここは長尾ラインの分断に動いています。まもなく金を迎えるバックストレッチ。さあ金を合図に今度は竹澤浩二のかまし、竹澤がいいタイミングでかましました。8番松崎隆久富山のコンビ、叩かれた3番長尾ですが、3番手体勢を立て直して、長尾の後ろはちょっともつれて、7番の前田拓也、2番の伊予の近畿の2人が中段追い上げて、最終2コーナーからバックストレッチ。6番竹澤、8番松崎、マックル3番の長尾、今度は2番の伊予の、伊予が自ら動いて内々を潜り込んでいく。さあ伊予が内々をすくって4コーナーから直線踊り出ました。伊予の高照です。2番車伊予の1着と合流。こういった体勢、小牧で4分線、残り3周の青番のホームで早くも8番の広田が動いています。3番の竹内を連れて、7番の栗山俊介をやはり双方上のライバルと見て抑えます。3番手からさあ6番の川上もちょっとイエローライン付近に車を持ち出しています。正攻法の小島も誘導との距離を空けました。さあ別線が栗山包囲網という格好か。栗山は一旦後方に車を下げていますが、3コーナーから4コーナー赤バンドホームに帰る手前、ここで8番の広田が先行体制に入っていく。これを強引に叩いて出る7番の栗山行った。8番広田とここは先行争いだ。広田と先行争い、ちょっとアウトに打っかけん。栗山ピンチか。金を迎えます。8番車広田敦が突っ張り切って3番の竹内康介、しかしながら高間雄平がうまく栗山を3番手に迎え入れている。追っては5番車西川近行、そして関東勢6番川上、9番関、南関東勢後手に回って4番の小島、最終ホーム8番手からまくっていきます。最終2コーナーからバック、8番の広田、番手3番の竹内、3番手から懸命に栗山俊介二の足でまくりますが、3番竹内が牽制、切り替える1番の高間雄平、4コーナー回る、中部両者の中をついて1番高間雄平だ。高間雄平合理。うまく流れに乗って決勝に乗ってきた松岡、残り3周を切っています。早くもレースが動いて、新山雅史にプレッシャーをかけた鈴木隆二です。新山もすんなりとは車を下げません。さあこのままですと北日本勢ちょっと内で被る可能性もありますが、抑える鈴木、そして4番宿口、関東勢の後ろに6番の松岡がいます。7番の池田がどうでしょうか。この2つのラインを睨んで現在後方ですが、残り2周を切ります。まだ並んでいます。8番新山、9番鈴木、
さあこうなると新山も引きませんが、ここで抑えて9番の、9番の鈴木ですが、8番の新山が4番の宿口のところに粘った。さあ打掌先行9番の鈴木隆二ですが、8番の新山が関東の分断に成功している。追って1番の小松崎、そして小松崎の後ろは5番の内藤が取り切って、あとは3番の佐藤、7番の池田亮で、最終の1コーナーから2コーナー、9番の鈴木隆二、8番の新山正志が番手まくり打つ。これをマークする1番の小松崎太一、絶好の展開です。そして5番の内藤、あとは7番の池田が足を伸ばしますが、直線コース、新山正志の後ろから1番の小松崎、1番小松崎か。3番車神奈川の大西健二、4番千葉の水垣義弘で体勢が落ち着いていますが、さあ残り3周、早くも吉田が動いています。吉田が早めにレースを動かしました。まずは3番手アウト、インコースに山崎を抑え込んでいきます。山崎も3番手のインでなかなか車を下げません。誘導の後ろは岡山勢、石丸とに、そして森安ですが、さあ8番山崎、5番の吉田、中部近畿勢、東日本勢、3番手以降並走でいよいよ赤番のホームに帰っていきます。まだ吉田も山崎を抑え込む格好、抑えるだけ抑えようというところか。1コーナーから2コーナー、ここで吉田が踏み込みました。ここで9番の石丸は車を引いています。8番車山崎がさあ仕掛けていく、山崎が仕掛けていきますが、5番の吉田がこのまま逃げ勝負か、吉田が逃げ勝負か、襲いかかる8番車山崎照信、3番車大西の牽制を乗り越えて、8番の山崎は1コーナーから先行体制です。1番の鷲田義文、6番の宮古次第、7番南藤博隆、5番の吉田は内にかぶっている。7番の安藤が自力を使ってきた、安藤が自力を使う、これを牽制する鷲田、鷲田が番手牽制、ようやく後方から石丸をまくり上げますが、直線コースは山崎照道の番手から鷲田義文、鷲田が通算200勝のゴールインだ。